そうしなければならぬ理由があるのだよ。基地を作れば付近の住民にも負担は及ぶ。だから我々は民衆の顔色を伺わねばやっていけない。失望したかね。軍とは本来そういうものではないでしょうか。平和のために戦いがあるのであって、戦いのために平和が食い潰されるべきではありません。ふん、その通りかもしれんな。ついた。ふう、もう着いたかな。え、あ、行くんだな。大声禁止。ともあれ、こんにちは、カンナ。今日もリボンでまとめた髪がチャーミングだね。ずっと隠れて乗ってたの？道理で重いと。それは違う。僕がベッド代わりにしていた荷車を君たちが勝手に動かしたんじゃないか。嘘です。さっき出てきた時もう着いたかなって言いました。脱水症状を主因とする幻聴かな。私ここで待ってないと。時間は有効に使わないと。せっかく町まで来てるんだから。誰だよあんた。こんにちは、美しいお姉さん。突然だけど僕たち喉が渇いちゃって。水場までサトウキビでしのげたなんて親切なご婦人だ。一君殿、ひょっとしてあれですか、女たらしっていう人種ですか。それは誤解だよ。僕の方こそがこの世の全ての年配女性に魅了されているんだ。それにしてもあのご婦人、僕の軍服を見ても平然としていたよ。ここの住人は軍人を嫌ってないみたいだね。え、ああはい、補給のための重要地点だし、住人との接し方には気を使うようにというのがトワック少佐の方針なんです。サフィーダ中将じゃなくて。中将は仕事を少佐に丸投げしてますから。トップはお飾り、トワック少佐はそのお目付け役か。あ、でも一つだけ例外が。シナーク族絡みの問題だけはサフィーダ中将から直接命令が来ます。シナーク族？どうして？その中将はシナーク族をいじめるのが楽しいんじゃないかな。普段の振る舞いを見ていると私にはそう思えます。やっぱりあれはそういうことか。中尉殿、これってあっちゃならない光景でしょう。光を浴びなければ精霊は動けなくなってしまうのに。もし精霊と契約者を強引に引き離したのだとしたら、アルデラ教の教義にも反することになる。これは明らかに精霊虐待だ。もう見られちまったから言うがな、これは他でもないサフィーダ中将の命令だ。この精霊たちはシナーク族から取り上げたものですね。察しがいいな。捕らえられているのは風と火の精霊ばかり。この二つを失えば戦力としてはガタ落ちになる。シナーク族の反骨精神を抑えつける苦肉の策だ。まあ奴らの最近のおとなしさを見てもこの作戦は効果を上げているみたいだぞ。僕ならこういうやり方は避ける。何よりこのことで向こうには大義が生まれてしまった。非道に奪われたパートナーを取り戻すというシンプルで強力な大義が。一君殿？お、ああ。あの、一つ聞いていいですか？どうぞどうぞ。ちなみに今夜ならベッドの右半分が空いているけど。そんなんじゃなくて。あの、この前の本の話で。ああ、ダイアラファトラフドキ。確か一番面白かったのがアルデラ教についての考察って言ってたよね。はい、それ自体興味深いけど、もうちょっと根本的なところに疑問があって。根本的なところ？だって普通に考えておかしいと思いませんか？シナーク族の間では神、つまりアルデラ民の存在っていう前提なしに精霊について語られている。でも私たちの常識では四大精霊は神によって地上に使わされたもので、説
精霊の存在はまずアルデラミンありきで語られている。そうです。だから私たちの常識からすると完全におかしいんです。でもシナーク族の精霊信仰はアルデラミンとは関係なしに確実に存在している。それでふと思ったんです。疑うべきはこちらの常識の方じゃないかって。だってほら、精霊たちだって神を信じろなんて言わないじゃないですか。君はここまででいい。せっかく町まで出ているのだ。では外でお待ちしております。君には羽を伸ばせと命令する必要がありそうだな。もちろん、それも命令として受けたまわっています。私の身の回りに伸ばせる羽はこれ以外ありませんので。彼女の真面目さが重苦しくないのはあのユーモアのおかげだろうな。彼女ならばたとえ時勢に恵まれずとも必ずや良い軍人でいられるだろう。出迎えが遅いですね今日は。織り込み中なのかもしれんが、待たされる立場でもない。失敬、司令長官の代理で。外へ出るぞ。アルデラ教の根っこは戒律を厳格に守るところにある。対してシナーク族の精霊信仰にはそういった命令的な部分がなくて、だからその。カンナ、急がなくていいよ。ゆっくり言葉を探して、そこにあるのは四大精霊への素朴な感謝とそれを表す様々なお祭りだけ。戒律とか決まり事なんかに精霊信仰は関わらない。本にあった通り、アルデラ教と精霊信仰が全く違うものだとすれば、この子たちにはアルデラ民の使いとしての側面とは全く別のところに本当の姿があるんじゃないかって。あ、すごいよカンナ、君は神の呪いを解いたんだ。それもほとんど自力で。神の呪い。神の都合に合った事実しか採用しない、その顔面さが真実をねじ曲げている。その呪いを振り払わないことには絶対に正しい科学の道へ進むことはできないっていうのに。一君殿、だって史上の神が本当にいるとすれば、それは第一声で怠けようと命じているはずだ。それ以外を命じる神は全て偽物だ。私そこまでは言ってない。変なやつだな一君は。あとはお任せください。トワック少佐、これより敵の追撃に向かいます。どうして帝国軍人が5人とシナーク族の男が1人と10人かな。気をつけてください。まだ敵が中に残っている可能性もあります。分かってる。屋敷に住んでた人はほぼ全滅か。なんだこれ。一君殿、それってアルデラ教の巡礼服じゃ。みたいだ。でもどうしてシナーク族が着るようなものでもないのに。逃がさない。総員、遠間武器構え。
中心、全員止まりなさい。兵を伏せてあったのね。シナークの民、なぜ私たちの同胞を殺害する暴挙に及んだの？あなたたちの釈明を聞かせなさい。仲間死ぬのつらいか？うねらでもそれつらいか？なして母しくを奪った。母しく、今それうねらのそばにもいるな。あてたちからそれ奪ってくの、人手なしの技でなくてなんだ。精霊のこと、うぬたち、いろんな都合を押し付けた。平地の町で物売れなくした。アテラが作ったもろこしも買い叩かれて、野菜も果物もちょっとしか買えねえ。仕方なく盗み始めた仲間もうぬらが片端から殺した。その上大切な母しくまでも。ならこと人手なし以外に誰がすっか。なら要求を言いなさい。今後の軍に対してあなたたちが望むところは何？望むところなんかね、あてたちはあるべき形に帰るだけ。ムヌラを倒して母しくを取り戻し、シナーク本来の世界へ帰るだけ。今からやんのはそのための聖なる戦だ。シナーク族長、七くだれがその名のもと、ここに聖戦の火蓋を切って落とす。宣戦布告後、族たちは大アラファトラへと退却。そうか、トワックは死んだか。その件はまだ地王には伝えるな。ですが、報告はまとめて行えばいい。どの道多少の戦死者は出るだろうからな。その宣戦布告、部族を挙げての反乱の宣言と受け取った。どうやら大掛かりな駆除の時期が来たようだな。聖戦。ヤトリ、確認するけど、相手は本当にそう言ったのかい？ええ、確かにそう言ったわ。正面対決でいいじゃねえか。トワック少佐の仇だ。山田氏どもが調子乗りやがって。何を酔っ払っとるか貴様ら。こんな戦いに奮い立つ騎士などいるか。なんだよ、他の誰より戦争に出たがってたくせに。至極当然、相手が御敵清華であればな。だが騎士の剣とは断じて殺戮するための凶器ではない。ちょっと意外でした、ハルグースカ純医さんがここで非戦派に回るなんて。意外というのは彼に失礼ね。騎士であれば同じ帝国民と戦うことに抵抗を覚えるのはむしろ自然な感覚。僕もそう思う。あの空気の中で主張できたデックンはすごいと思うよ。聖戦、聖戦か。まだそこに引っかかってたの？存在しないんだ、シナーク族の語彙に聖戦なんて単語は。どういうこと？シナークにとって戦は純粋な生存競争だ。否定も肯定もしないし、ましてや聖なるものだなんて考えない。彼らが聖なるものと呼ぶのは母しく、四大精霊だけだ。なして母しくを奪った。だったら、もし彼らが戦争に踏み切った理由が精霊と関係してるとしたら、聖なるものを取り返すために戦うという意味で聖戦と。いや、そんな小賢しい理屈を彼らがこねくり回すとは思えない。おそらく答えは一つ、いるんだよ、出来合いの奇弁をシナークに吹き込んだやつが。君はもう舞台に戻った方が良さそうだな。はい。次に会った時、シナーク族と精霊について僕の考えを話すよ。聞け
明朝六時をもって本隊はシナーク族討伐に向かう。各自そのつもりで準備に怠りのないよう。実に不本意だ。お姫様はやはり前線にいるべきではないというのが上の意向ですから、我々としても残念しばく。厄介払いできて喜んでいるのであれば、国力を消耗しているこの時期に同じ帝国民で争うなど狂気の沙汰だ。戻ってきた時はまた皆息災な姿を見せてくれ。はい。正直ほっとしましたけど、なんで北域南端の基地なんて中途半端な場所なんだ。彼女を中央に返したくない、中将の意向が働いているのかな。だろうな。討伐隊編成の異常な速さから言っても、中央とやり取りしたとは思えない。中将の完全なスタンドプレーだよ。でもさ、俺たちは今まで通り予備待機のままなんだよな。我が友マッシュ、悲しいかな。常識をわきまえる人間にしか常識論は通じない。今は中将がその一員であってくれることを祈るばかりだ。これより我が部隊も討伐隊としてシナーク族の鎮圧に向かう。各自万全の準備を整え、警戒を怠らぬように。始まるんだ戦いが。どうしたんだい、イク、こんなところで。あ、これは今のうちに使い慣れておいてくれ。いざって時の切り札になる。これまでの北域に例を見ない大規模戦闘、ハトバーナ北域動乱はかくして始まった。帝国の歴史の一端を同胞の血のりで塗りたくりながら。この番組はワーナーブラザースホームエンターテインメントとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。予想はしてたけども、すさまじい無計画さだ。防寒用の上着と手袋を大支給。
まさか中将は山の上が寒いことを知らなかったんだろうかねえ、スーヤ。前線の仲間が寒い思いをしてると思うと辛いです。聖母のように優しいな、スーヤは。君が寒さに凍えた時は僕が体を張って温めるからね。そういう時には火を起こしてください。さあ、着きますよ。またか。確認終わりました。そう、じゃあ。あ、すみません、士官候補生の方はあちらの天幕へ。上官殿がお呼びです。戦闘における我が軍の死者数は124名。そのうち何をもたもたしておる。3週間も費やして、はあ、慣れぬ高所での戦闘で予想外の障害も多発しております。一旦撤退し、たかが山猿ども相手の戦、前進あるのみだ。兵を引き上げる、何のつもりだが。餌をまく、それだ。これから命じるのは次の補給中継点までの物資の輸送だ。運んでもらう物資はこれまでだ。質問は？つまり俺たちも前線へ出されるってことですか？前線というのは言い過ぎだな。ここに比べれば戦闘地域に近いというだけで。他には？注意殿、ここには衛星兵小隊の姿がありませんが、彼らは、一足先に君たちの目的地に向かっている。野戦病院の敷設が早急に求められているものでな。予備待機命令が解除されたかと思えば早速前線へか。ハロたちがもうそちらへ向かってるってことは。ああ、よっぽど焦げついてるらしい、前線は。意外としぶといな、私。ほら、アザン、もっと呼吸は意識して。ぜいぜいやってると余計疲れるから。はい、すみません、神奈上等兵。止まれ、前方に要害、石膏兵。おあつらえ向きに無人島な。高台にあって立地もいい。よし、ここにいる正体はとどまれ。この場を野戦陣地とする。これでしばらくは登らなくて済むぞ。別名あるまでお前たちはここを死守しろ。イエスサー。ハロ、
久しぶりだね、